現場の勝利です。私は都内某所に来ております。実はここであのロックバンドカグラとガゼット、この2つのバンドが密会しているという情報を得ました。現代の音楽シーンを揺るがすこの2つのバンドが何を密会しているんでしょうか。私は早速潜入してみたいと思います。というわけで潜入いたしました。まあ、ありえない番組だと私は思ってます。このね2つのバンド全くね狙いとカラーが違うんです。それが一堂に会してこれからお話を始めるということで、庄司もドキドキ、こんな男前に挟まれてどうしましょうということなんですが、早速こちらが神楽の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。そしてガゼットの皆さん、こんにちは。こんにちは。もう全然違いますから、こちら向いてこちら向いて神楽、和をコンセプトとし優美で幻想的な詩の世界観とメロディーセンスを合わせ持つ注目のバンド。日本国内はもちろん海外にも熱狂的なファンを持つ。今年結成5周年を迎え、さらなる飛躍が期待される。ガゼット自らを大日本異端芸者と名乗り、現在のインディーズシーンにおいて圧倒的な存在感を表している。今年の3月に発売されたマキシシングルレイラはインディーズチャート1位、オリコン総合チャートでも8位を記録するなど、今最も今後の動向が注目されている。まずそのメジャーデビューのきっかけっていうと、神楽さんは、はい、そうですね、やっぱり、まあ、インディーズ、はい、まあ、その狭くはない世界なんですけども、やっぱりもっともっと多く広くの人に自分たちの存在を知ってもらって、はい、まあ、曲も聴いてもらえれば、はい、なんか嬉しいかななんて。インディーズの頃にこうオリコンのチャートとかあるじゃないですか、はい、あれ結構上の入ってきたんですもんね。あ、そうですね、うん、あ、でももっともっとこう広い世界、まあ、もっと言っちゃえば世界進出とかもできたらいいかなと思ってるんで、はい、でインディーズのメジャーって言いますけども、このインディーズの世界でやっぱりこうファンがどんどん押してくれるじゃないですか。いや、それはね、よくそうファンの力ってありがたいなと思う。そうですね、うん、そうですね、すごく感じますね。ねえ、ライブをやる重ねるごとに、うん、メンバーとファンのこのつながりっていうのはやっぱすごく感じますね。そうですよね、はい、そのただガゼットのファンっていうとどういう感じなんですか。年齢的に言うと若い人もいれば、ね、年齢上な方もいるし、うん、もうすごい幅広いって言ったら幅広いですね。比較的みんな元気な元気です。初めて来る子とか、やっぱこう乗り方がわからないとかですけど、まあわからなければそれでいいと思うんですよ。うん、その絶対乗れよっていうもんでもないんで、まあ、来てその楽しんで帰ってくれればそれでいいと思うんで。カグラのファンも、はい、みんなあの年齢的には結構幅広いんじゃないですか、若い子から。私はそうですね、幅は広くてですね、本当にもう下は小学生の子から、このお母さんまで。あ、そうだ。はい、まあ、大体あのその小学生の子とかですね、あの奈さんとか、あの泉さんとかのファンなんですけど、お母さん大体僕ですね。はい。どういうことを言おうとするには筆で一子様へとお母さん筆書けるような人がお手紙くれる、はい、幼稚園の子とか小学1年生の子とかですね、こんなちっこい子でも応援してくれてるんだなっていう。
まあ、カムラもガレットもたくさんの曲があるんですけど、その中でちょっと私聞いてみたいのは、それぞれが特に思い入れのある曲は何かっていうことなんです。カムラから聞いてみたい、はい、思い入れのある曲っていうと何でしょう。そうですね、やっぱり僕たちはまあ、メロディーラインっていうのをすごい大事にしてて、まあ、結成当初からずっと大事にしている曲なんですけど、まあ、サラ・ソージュの子守歌っていう曲があるんですけども、あれはもう僕は歌いながら泣けますね。はい、結構最初シンが曲を持ってきて、本当に聴いてるだけですごく悲しくなるような美しい。しんちゃん、しんちゃん、それはどういう時にできた曲なんですか。一詩の詩を読んで、あれ作った時は逆でしたね。逆が先にあって、そうで、なんかイメージこういう感じなんだけど詩書いてくれっつって来たのが結構前ですね。ガゼットさんたちは思い入れのある曲っていうと何ですか。そうですね、未成年っていう曲があるんですけど、未成年、はい、なんですかね、歌詞の内容なり、やっぱこうちょっと自分たちと重なる部分がちょっとあって、ライブツアーとかがあるときに、例えばセットリストをこう考えようっていうのに入れずに、これはもう最後にやろうってもう最初に決めて、ツアー回ってこう挫折しそうになった時とかやっぱこういろいろあるんですけど、そういったものがこうファイナルでその曲をやるとみんな結構こう感情に浸って、でも毎回泣きます。ライブでカムラさんはどうなんでしょう。ガジェットのこの曲が好きみたいな。そうですね、最初ガジェットを知った時に、その聴いた曲で、おおっと思ったのが幸せの日々っていう曲で、いいぞこれ、はい、思いました。あ、そうですね、はい、それ聞いてガセットさんどうですか。嬉しいです、嬉しいです、嬉しい、はい、結構僕らも気に入ってる曲で、幸せの日、はい、で、あり、そのであるからこそ嬉しいですね。恥ずかしいですね。恥ずかしいです。そうするとガジェットさんはどうでしょうね。カメラさんのこの曲とかってあります。そう、俺がこう上京してきて、こうバンドやりたいなと思った時に、雑誌の付録みたいなのに CD がついてて、それの神楽さんの曲で朝木夢見しっていう曲が、朝木夢見しで、それを聴いて、ああかっこいいなと思って、俺はこういうビジュアル系という世界にいるんですけど、今それがきっかけで、そうなんだ。でもこれ重要な証言よね。ありがとう。いや、こちらこそ。いや、これどうなのか、こんなにせっかくこう馴染んだんで、はい、馴染んだとか、なんか一緒になんかやれないですかね。でもやりたいとは常々思ってます。はい、まあ、話もしたりして、ライブとか一緒にツアーとか回ったりとかして、まあ、もっともっとこう交友を深められたらいいなとは。今思ってます。実はカムラもガジェットも本当に時期を同じくしてニューアルバムをリリースするんです。そういう時にこう番組に出ていただいたら嬉しいことですね。もう期待してます。はい、どんなアルバムになったのかちょっとカムラさんの方から聞いてみたいと思います。はい、そうですね、やっぱり僕たちはですね、和っていうものを、まあ、根底にしてあるんですけど、その和っていうものを殻として捉えるんではなく、はい、もう自分たちに吸収してしまって、もう神楽が和なんだと、はい、もう自分たちがやっていることが、まあ、一つのジャンルというか、はい、もうそういうものを確立していきたい時期だなと、はい、思ってるんで、もうとにかく幅広い楽曲が12曲、はい、入ってます。ガジェットのニューアルバムということで、こうタイトルは何ていうタイトルなんですか。ガマっていう。ガマ、はあ、これは渋い。なんかガジェットらしい、なんかこう虫っていうイメージだったんですけど、ガマっていうのは、
その中の曲は全曲新しい。はい、全部新曲です、ね、全部新曲。例えばその中のこの曲はってのありますか。一番は2曲目のコックローチっていう曲があるんですけど、その底辺から上を見上げてる自分たちがいるっていう、その何て言うんですかね、まだまだ上を目指せる自分たちがいるだろうっていうものを表現した曲なんですけど、とこ一言でまとめるからじゃない、コンセプトって言ったら人間って感じですかね。人間、人間、やっぱり精神的なものも入るわね。そうですね、よりリアルになったと思いますね、うん、今回は。ああそうですか、はい。さあ、それでは最後に皆さんから一言ずつ、何でもいいです、あのファンの皆さんへでもいいし、自分の思ってることでもいいので、あのお話ししてもらおうと思います。見たことない人も見たことある人も、まあ、神楽を知るには、まあ、DVD ないし DV を見る、そしてあのライブに来てもらえれば一番分かってもらえると思うので、ぜひライブに DVD を PV もぜひ見てください。もし何か自分が僕たちに興味を持ってくれたなら、ライブにぜひ足を運んでみんなで盛り上がりたいなと思ってますので、
これからもよろしくお願いします。ちょうど地下活動みたいなのが終わってアイテムがたくさん出るんで、それを見たり聞いたりしてもらってぜひライブに遊びに来てもらえたらなと思うのでよろしくお願いします。まあ、この番組を通してその初めてこう見る方もいると思うんですけども、まずはそのCD なり、まあ、DVD なり何かその触れるということからでもいいんで、ぜひともカメラを要チェックしてみてください。それでライブで会いましょう。なおでした。まあ本当、今度出る、3、本当聞いてください。本当に新作です。でですね、まあ、8月ツアーでみんなと一緒にこの3の一つの答えっていうものを見つけて、みんなとね、俺らのパワーで今の日本を変えたいと思います。やっぱライブバンドとしてこれからもグイグイ組んでまたこの先も頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。俺らは地下活動が多かったんで、ちょっとまだ2005年の半分も楽しめてないんで、ちょっと後半から飛ばしていこうと思ってるんで、みんな楽しみに待ってください。俺らの感性というものを音楽を通してファンに伝えて、それでライブっていうものでやっぱ一緒にファンと楽しく過ごせたら、それがガゼットっていう一つのものなので、それをこれから先もずっと続けていけたらいいなと思います。8月の3日から、ニューアルバムガマを引っ提げてツアーが始まりまして、ツアーファイナルに、国際フォーラム9月24日に、僕らやります。本当に僕らライブには自信があるんで、今日 DVD ライブ DVD などを見てもらって、興味がある方、ぜひ損はさせないんで、来てください。お願いします。とにかくライブに一度来てほしいですね。そこにまず来てもらって触れて一緒にこうそのライブっていうものを楽しめたら一番いいかなと思ってます。ですか。いや、今日はですね、2つの本当に色は違いますけど、音楽に対してまたロックに対しての志をもう本当に同じだと思います。いろんなお話が聞けて私も楽しかったし、また本当にね、テレビをご覧の皆さんも応援してあげてください。で、もうこれはね、ライブに行くしかありません。ライブに行ってまた2つのバンドに声をかけてあげてほしいと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。たった今収録が終わりました。ちょっとね、話し声が聞こえてくるんです。ガゼットの皆さんどんな様子なのか見たいと思います。あ、なんか低音で入ってる。うわ、お疲れ様です。あら、ちょっとこの部屋似合うわね。ガゼット風なの。ね、なんかこのどうでした？ちょっと撮影、ライトが暑かった。まあ暑かったですけど、まあその汗もダイヤモンドだなって。歌詞？歌詞になる臭いが。でもやっぱりね、こう立ってるところね、かっこいい。ありがとうございます。ね、座ってるここから上しか見えなかったね。ね、上半身。どう、やっぱり隣、神楽ちゃん。ちょっと心配。緊張した？やっぱり緊張しますよね。緊張しますね。でもね、また全然違うからね。例えばこう似てたりするとあれだけど、もうニューアルバムで引き下げて頑張ってね。はい、お疲れ様、ありがとうございました。どうも。どうも。はい、続いて収録終わった神楽様行ってみたいと思います。あら、多いだった。チームリラックスしてますね。あら、ここはまたリラックスして、お疲れ様でした。ありがとうございました。ガジェットちゃんたちはね、結構緊張したって言ってましたよ。あ、そうですか。どうだったですか。いや、やっぱ緊張
ッとしました。ねえ、でもこ面白く試みだと思わない？はい、いやもうだいぶ面白いですね。だいぶ面白い。結構お互いやっぱり別々の活動してるんで。あ、はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。喋ったの今日ね。喋りました。よかった。偉い。さあ、そうちょっとコミュニティ出てきちゃったから喋らざるを得ないって。頑張りました。ね、もうね、あのセカスの後のツアーも。はい。あ、ニューアルバムこの感じなんで。よろしく。じゃあこれ前のあの絵を描いてくださった方です。そうですね。ね、はい。ダダンとこんな感じなんで。これ誰の顔ですかね。これまあわかんないですけど、裏は俺ですか。ちゃんと宣伝してる。裏は俺ですか。ですか。わかりました。表がそっちじゃなくて。そうですね。はい。わかりました。はい。いろいろ豪華プレゼントもつくそうで。そうですね。あのさらになんか今ちょっとあったんであれですけど、こういうトレカとかまあ何種類もあったりするんで。あ、そうですか。はい。ぜひ聞いてみてください。そうです、意欲満々のガジェットじゃないか。LG、LG よ。意欲満々のカグラでございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。カグラとガジェットという2つの違ったタイプのバンドが一堂に会する。これはちょっと音楽シーンでもなかなか見られない風景だったと思います。それに、メンバーの皆さんが本当に素顔を見せて語ってくれたこと、これもとても嬉しいことです。今日の2つのバンド、皆さんいかがでしたか？またライブの方にぜひ足を運んでみてください。以上、現場から庄司がお伝えしました。番組をご覧の方へ、神楽、ガゼットと庄司のり子さんとの記念写真を抽選で5名様にプレゼントいたします。完成ハガキにお名前、ご住所、ご連絡先をご記入の上、番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。